天文単位、天文単位、天文単位、記号、au は、長さの単位で、正確にである。2014年3月に、国際単位系、si 単位と併用される非 si 単位、si 併用単位に位置づけられた。それ以前は、si との併用が認められている単位、si 単位で表される、数値が、実験的に得られるものであった。主として、天文学で用いられる。 ビップムは2014年3月に夏季の IAU 総会の決議に基づき、天文単位を国際単位系、SI 単位と併用される比 SI 単位 SI 併用単位に位置づけ、その値を正式にとした。これにより、天文単位は、分、時、日、度、分、秒、ヘクタール、リットル、トンと並ぶ、表録 SI 単位と併用される比 SI 単位となった。 2012年8月の第28回 IAU 総会決議 B には次のように推奨した。天文単位の記号は AU である。これは国際天文学連合 IAU の2012年8月の決議に基づき国際土呂行為委員会シクムが2014年3月に決定したものである。この決議からまだ日が浅いためにその他の基準書実数などにおいては まだ修正がなされておらず、2016年現在、表記揺れがある。なお、2014年3月以前の SI における単位記号は UA であった。このため、日本工業企画 JISZ8000 から3、2014、ISO8000 から3、2006、量及び単位第3部、空間及び時間も、2014年の VIP ムの決定以前の JIS 企画であり、 UA を用いている。これら以外にも2014年以前の文献には AU といった表記も見られる。また、各国語の表記に基づいた略号が用いられることも多く、例えばドイツ語では AE の略号が用いられる。天文単位は地球と太陽との平均距離に由来している。すなわち、 太陽からのニュートン的重力のみを受け合うス年を周期として円運動するテスト粒子の軌道半径に由来するものである。太陽系内の惑星などの天体間の距離を表すために広く用いられており、太陽系内の天体の運動を表す天体歴においては、その基礎となる天文単位系で長さの単位となる重要なものである。地球より正確には、 地球と月の重心の軌道は完全な円ではなく、楕円型をしている。このため、当初、地球軌道の軌道長半径、楕円の長径の半分とされた。1976年の IAU 総会において、地球軌道の実測値から、非、新重力定数、GMS に基づき算出される値として、定義付けられた。すなわち、万有引力定数、G と、 太陽質量を見ずとの席、万有引力定数万引力定数と質量の積である日、新重力定数の1、3乗、3乗根に比例する値、A として、と定められた。ここで、キロは、ガウス引力定数と呼ばれる定義定数、実測値ではなく、約束時として決められた固有の値で、キロイコール0.017209895である。 また、D は1日の時間の長さ、86400秒を表す。これは、地球の代わりに、仮想的な粒子、イカテスト粒子を置いて、その運動を基準としていると解釈できる。今、テスト粒子が、太陽からのニュートン力学的な重力以外の力を受けず、重さは無視でき、その軌道は完全に円であるとする。このテスト粒子は、 太陽に近ければ強い力を受けて早く降転し、遠ければ弱い力を受けてゆっくりと降転する。そうした軌道のうち、降転周期 P が P イコール 2π キロ D イコール 365.2568983D となる円軌道の半径が1天文単位となる。この時キロの値はテスト粒子が動く、角速度をラジアン。 日単位で表しており、常識は、ケプラーの第三法則の関係、A2πP イコール GMS に他ならない。この光転周期 P はガウス年と呼ばれ、地球の実際の光転周期である高星年に近いものとなるよう定められているため、結果として、この定義においても、天文単位は地球と太陽の平均距離に近いもとなる。こうした、 定義の変更により、地球の軌道長半径は 1au ではなくなった。現在の小読みで地球の軌道を大円軌道として、近似した時の値はおよそ 1.000261au 00となる。実測値に基づく定義が、天体歴の構築に伴って行われてきた。IAU の2009年天文定数によると、A の値はと与えられている。括弧内の数字は、 最後の桁を単位とする標準不確かさを表す。天体歴では力学法則に基づく理論的計算値が太陽系内の天体の様々な観測データを最もよく説明できるように惑星の質量、太陽質量水に対する質量比や太陽の変平率などの点定数を同時に決定する。天文単位の大きさ A の決定もこの時同時に行われる。 実質的にはメートルと天文単位との関係づけに最も影響を及ぼすものは近距離の惑星のレーダー測定による管データであり、この時暦が理論的に予測する惑星表面までの天文単位距離 R と電波が片道で要する時間の測定値とはの関係で結ばれることになる。ただし C は真空中の高速度を表す。 太陽系内の惑星や水星などの天体間の距離は天文単位を用いることで、外して扱いやすい大きさの値で表すことができる。例えば、火星が最も地球に接近するときの両者の距離は 0.37au ほどであり、土星までは太陽からおよそ 9.5au、最も遠い惑星の海王星までは太陽からおよそ 30au となる。 およそ 30AU から 100AU の範囲には、冥王星をはじめとする太陽系外縁天体が分布しているが、セドナは、円実地点が 1000AU 近くにまで及ぶ。太陽系の外縁であり、水星のふるさとと思われているオールトの雲は、数万天文単位あたりに広がっていると想定されており、通常このあたりが、天文単位が用いられる限界である。 恒星間の距離を表すためには、パウセクや光年が用いられる。太陽系に最も近い恒星である、プロキシマケンタウリまでの4.2光年を天文単位で表すと、約27万 AU と桁が大きくなる。また、地球から太陽までの実際の距離は1年のうちに、およそ 0.9831.017AU の範囲で変化する。 紀元前3世紀にアリスタルコスは巧みな推論と観測により太陽は月の18-20倍遠くにあると結論した。観測精度が歩くその値は実際とは大きく異なったものであったが、その幾何学的な推論は正しいものであった。こうした日だけからは天体までの具体的な距離を知ることはできない。しかし、太陽までの距離を天体の天文単位として、 長さの単位とみなすなら、アリスタルコスは、地上の物差しに頼ることなく月までの距離を、天文単位で、初めて科学的に求めたことになる。17世紀のケヘプラーもまた観測データと、幾何的関係を用い、試行錯誤と複雑な計算を繰り返しながら、地球の軌道に対する火星の軌道をほぼ、正しく再構成してみせた。ケプラーの努力によって、 惑星の間の運動の相対的関係がよく記述できるようになり、ほどなくニュートン力学によってその背後の力学的仕組みも明らかとなった。仕組みが知られることによってケプラー的な運動との細かな食い違いを知ることもできるようになり、その後数世紀かけて天体力学は驚くほどの成功を収めることになった。こうして惑星の動きは精密に予測できるようになったものの、 一体、それらの天体が地球からどの程度離れているかや、太陽や地球がどの程度の質量を持つのかをメートルやキログラムのような我々地上で使っている馴染み深い単位を使って精度よく知るのにはやはり困難が伴った。しかし、その具体的な値を精度よく知る必要もなかった。アリスタルコスと同様に地上の物差しに頼らなくても、 太陽系そのものを基準とすれば、すなわち、メートルの代わりに、天文単位を、キログラムの代わりに、太陽質量をも小さえすれば、惑星の銅は、非常に正確に測定でき、予測も可能であった。例えば、19世紀前半に、天文学者たちが、角度の1分、1度の1、60に満たない、天王星の位置の予測とのずれに頭を悩ませていた時も、それは、 惑星の質量やそこまでの距離が日常の単位でどれだけであるかということとは無関係の問題であり、天文学者はそのずれの原因として海洋性を発見することができた。よって天文学にとって長さの単位として天文単位のような地上とは違う単位を用いるのは自然なことでもあり必然でもあった。ここに天文単位が天文学で用いられてきた第一の意義がある。 太陽系内の運動を精度よく記述するためには、地上とは違う単位が必要だという要請の下、1809年、ガウスは地球の軌道長半径を、長さの単位 A、太陽質量を、質量の単位 S、地球のた立を時間の単位 D とする単位系を与え、太陽系の運動を記述する基礎とした。この時導入された。 ガウス引力定数キロはこの単位系で表した万有引力定数の平方根となるとともに1日あたり地球が太陽をめぐる平均角をラジアン単位で表すことになったこの単位系が1938年に国際天文学連合による天文単位系と天文単位の概念に直接引き継がれた天文単位系では長さの天文単位 A の他に 太陽質量 S を質量の天文単位、1日の時間の長さ D、すなわち246060イコール86400秒を時間の天文単位と呼ぶ。ただし普通は質量と時間の天文単位が天文単位の名で参照されることはなく、単に天文単位という場合には長さの天文単位を指す。天文単位は太陽系だけでなく、 より遠くの構成までの距離を定める長さの基準の一つともなった。距離を測るための最も単純明快な方法は、異なる日地点から対象を観測し、その方向の差、視差とに点間の距離とから三角形の幾何学を用いて対象までの距離を決めるという三角測量の方法である。天文学では比較的近い距離にある構成までの距離を測る方法としてこ、 方法を用いる。同じ構成を地球から1年間続けて観測すると、地球の位置が変わるため、より遠方にある背景の天体に対して、対象の恒星の位置が動いて見える、年収しさ。この恒星の見かけの動きの最大の角度は、地球の軌道の大きさと恒星までの距離で決まり、地球の軌道の大きさに、ほぼ対応する、天文単位を用いて星までの距離を測ることができる。 この関係を用いて構成までの距離の単位として用いられるパーセクが定義されている。しかし、年収しさから距離を求めることができるのは近距離の天体に限られるため、より遠い距離を測るには様々な別の方法を使うことになる。その際、それぞれの手法が使える距離範囲はやはり限定されているため、年収しさで測れない距離は A という別の方法で A で測れない距離は B の方法で B で測れない距離は C の方法でというように別々の方法を用いていた。こうした方法は測定技術が向上するとともにはしごの段のようにそれぞれの手法をつないで遠方の距離を決していくことができるようになった。このはしごの一段目に当たるのが地球の軌道の大きさである。詳細は宇宙の距離橋子を参照万有引力定数。 G の不確かさから太陽質量を見ずそのものは太陽系の質量の単位としての座を明け渡す気配はないものの現代では長さの単位に関しては地上と天体の梱の段は一つにまとまつつある。1960年代以降太陽系の惑星や月までの距離をレーダーやレーザー、VLBI を用いて直接に測定するという新しい観測技術が出現した。 これら電磁波の物差しの登場によって地上の単位系の長さと太陽系の単位系の長さは今や1メートル以下の精度で結びつけられるようになった。これに伴って天文単位の永年変化のような従来ほとんど無視し得るほどのものであった影響が現実問題になりつつある。こうした時に太陽質量を見ずの値が天体の運動だけでなく物差であるべき。 天文単位にも影響するという定義はメリットに乏しく天文単位の大きさをメートルに対して固定するといった定義の見直しが避けられないという声が上がっていた。これを受けて国際天文学連合は2012年の新たな定義で天文単位をメートルに対して固定した値として定めることとなった。これとともに天文単位は観測によって決定される値ではなくなった。 2012年以前の定期においては、天文単位の定期が太陽質量を見ずに依存するため、太陽の質量の変化とともに、天文単位の値は変化し得た。太陽は核融合により、質量の一部をエネルギーに変えて、やがて電磁波として放射し、また大気を太陽風として放出するので、1年あたりおよそ10兆分の1の比率で質量を失っていると見積もられてる。 こうした現象はそのまま太陽からの重力の現象を意味し、すべての惑星の軌道半径と光転周期を増加させる。一方、それまでの天文単位の仮想的なテスト粒子はガウス年という一定の光転周期保障されると定義されているため、重力の現象とともに粒子は内側の軌道を取らねばならず、天文単位の大きさ A が太陽質量水の三乗年に比例するため、 質量の減少の比率の1、3の比率で、天文単位の大きさは減少する。この天文単位の大きさの減少は、理論上100年あたり0.4メートルほどに相当するとされる。しかし、2004年に、ロシアのクラシンスキーとブルンベルクは、測定された、天文単位の値が実際にはメートルに対して100年、あたり15、4メートルの割合で増大していると、 見られることを報告した。その後、類似の増大は、天体歴の専門家であるアメリカのスタンディッシュや、ロシアのピチェーバによっても確認された。この謎は2010年現在原因不明であり、またその意味するところも把握しにくい。クラシンスキーらの報告は、レーダーなどを用いた、火星、金星、水星などの距離測定により得られたメートルと、 天文くらいの関係のデータの蓄積から明らかになってきたものである。レーダーでの距離計測は電波の往復時間を精密に測定することで行われるので、問題は天体歴から予測されるこの往復時間の非常にゆっくりとした増大と捉えられ、レーダー観測によるメートル単位では惑星軌道が拡大しているように見える。一方で惑星の動き自体は 天文単位系で表される天体歴とよく一致しており、天文単位で見れば惑星の軌道も運動も拡大を示していない。このため、奇妙にも天文単位はメートルに対して極めてゆっくりと拡大していると表現されることになった。これまでに太陽質量や万有引力定数の変化、宇宙膨張の影響などが検討されてきたが、いずれもその効果はあったとしても、 十分小さいと考えられており、満足な説明には至っていない。原因について様々な議論が継続しており、弘前大学の三浦らは、惑星の距離の増大が、太陽との潮汐摩擦のためではないかと提案している。これは、地球の潮汐により月の軌道が遠ざかることと、類似した気候である。太陽や月までの距離を知る試みは古代、ギリシア時代から行われてきたが、 天井の単位と地上の単位とを結びつけることは容易ではなかった。太陽と月との距離の比を求めたアリスタルコスもそれらの日常の単位での値を得ていない。プトレマイオス、トレミーとパップスは紀元前2世紀のギリシアのヒッパルコスが日食の右肩が各地で異なることを利用して地球の半径を基準とした月や太陽までの距離を見積もっていた子に言及している。 ヒッパルコスが求めた太陽までの距離は地球半径の490倍以上というものであった。実際の値は約23500倍。ヒッパルコスの著作そのものは現存しておらず、その具体的な算出方法は伝えられていないが、断片的言及から現在では、その巧妙な幾何学的方法がほぼ再構築されている。やはりその著作は失われているが、 クレオメデスによれば、ポセイドニオスも、紀元前90年頃に月と太陽までの距離を評価している。ポセイドニオスは、地球の影を円柱だと考え、月食の影の大きさから月が地球の半分の直径を持つとした。さらに月の見かけの大きさと、知られていた地球の大きさから、地上の単位で月までの距離を積もった。その500万スタディオンという値は、 実際より2.1、2.6倍課題であった。これは地球の影を円錐だと考えず、月を実際のおよそ2倍の大きさだと見積もったことによる。一方で太陽までの距離の見積もりは根拠に乏しい、推測的なものにとどまっている。2世紀のプトレマイオスはアルマゲストの中で天球に囲まれた天動説に基づく詳細な宇宙像を構築した。プトレマイオスは アリスタルコスやヒッパルコスの観測と幾何学的推論、さらに独自の推測を交えて、太陽や月のみならず、惑星までの距離を見積もっている。そこでは例えば、月の平均距離が地球半径の48倍、太陽が1210倍、土星が17、02、6倍などとされた。こうして確立された宇宙像はギリシアとヘレニズム文化を継承したアラビアへと伝わった。 中でも9世紀の天文学者アルイコール・バッターニーは、プトレマイオスの宇宙像を詳細に研究し、太陽の平均距離が1108倍などとしている。これらの宇宙像は、その後ヨーロッパへと伝わり、中世にかけて大きな権威を持つものとみなされることになった。スロベニア語版の一部を日本語化したものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。